ペニー・レインとは、イギリス北部の都市リバプールにある通りの名前である。この通りは、リバプール・ライム・ストリート駅より、自動車で15分ほど離れたところに位置しており、AA562 の外れにあたる。20世紀には主要なバスターミナルの一つと申されていた。1967年に、リバプール出身のロックバンド、ビートルズがこの通りと同名の楽曲、ペニー・レインを発表した。 ペニーレインという通りの名について、かねてより18世紀の奴隷商人のジェームズ・ペニーに由来しているとされていたが、この説に関する最も古い記述が1840年代のもので、18世紀当時の地図ではこの通りに名が付けられていないことから無関係であると申されている。都市の拡大後、ペニーレインは複数の路線の主要なバスターミナルの一つとされるようになった。 このバスターミナルは街の中心部へとつながっており、待ち合わせ場所としても使用されていた。このバスターミナルは1980年代に個人によって購入され、サージェント・ペッパーズ・ビストロというビストロとなった。歌詞に登場する、床屋のトニース・レイビン1967年2月に、ビートルズがこの通りを題材とした楽曲、ペニー・レインを発表した。同作は、 ポール・マッカートニーが主に作曲を担当しており、同じく故郷であるリバプールを題材にしたジョン・レノンのストロベリー・フィールズ・フォーエバーと対応なす曲である。同作はアメリカのビルボード・ホット100で1位を獲得するなどのヒットを記録し、これをきっかけにビートルズゆかりのスポットとして知られるようになった。歌詞の中に登場する消防士と消防車は、 ペニー・レインから近いメーザー・アベニューに所在する消防署のことを指していて、ビハインド・ザ・シェルター・イン・ザ・ミドル・オブ・ザ・ラウンド・アバウトというフレーズはロータリー交差点の真ん中に位置している待合室のことを指している。なお、歌詞に登場するとこ屋は現在も営業を行っている。ペニー・レインの標識なお、ビートルズの楽曲のヒットにより、通りの標識の盗難や訪れたファンによる、 落書きなどが多発し、一部では標識の設置が取りやめとなり、直接ペンキで描く取り組みが行われた。その後、2007年より再び標識が設置されるようになった。2006年に前述の奴隷貿易との関係から、リバプールの議員の一人より、名称の変更が提案されたが、後に撤回されることとなった。2018年に、 レートにショーイズ・ジェームズ・コーデンのカープールカラオケのコーナーにポール・マッカートニーが出演しジェームズ・コーデンと共にペニー・レインを再放した2020年5月25日に白人警察官によって黒人男性が殺害された事件が発生したことに橋を発したデモ騒動により前述の奴隷貿易賞との関連性が持ち出され6月には 通りの名前を記したペンキからペニーという単語が消され、その上にレイシストという文字が黒のペンキで殴り書きされるという出来事があった。6月9日にミュージアムズパーティシペーションの理事であるジャネット・ダグデールがこの通りと奴隷貿易について一切の関わりがないことを断言する声明を投稿した。ありがとうございます。